アルコスナイフにちょい長バージョン出たよ。いやこれ本当に使いやすいんだけど、みんなアルコスナイフって知ってる？もう一回使ったら手放せないぐらい本当におすすめだから、ちょっと見てて。トマトの薄切りもすごい綺麗だし、ミニトマトもスパッと切れるよ。このバターロールとかすっごい気持ちいい。こういう硬いパケットも力入れなくても切れちゃう。だけどね、あーちょっと足りないってことが何回かあって、こういう食パンとか、あーもうちょっと長ければなーって思ってたの。それ全部このちょい長バージョンで解決。ロングバージョンだったらこれ見て、めっちゃ切りやすい。6枚切り食パンも真っ二つだよ。サンドイッチも潰さないでこんな感じで切れる。リンゴ切りやすすぎでしょこれ。こういうシュークリームもスパッと切れるよ。綺麗。先が丸くなってて安全だし、触っただけじゃ切れなくて、動かした時に初めて切れるの。だから子供の包丁デビューにもいいね。もちろんこうやってバターナイフみたいにして使ってもいいよ。まばたきストア見てね。